同棲できるって言ってみませんか。人から言われて辛い言葉でトップに来る言葉って言ったら同棲無理ですよね。同棲って言葉には何をやってもっていう今やってる行動すべてをひとまとめにする意味が込められてるんです。そこに無理っていう全否定の言葉が上乗せされることで人の夢とか目標が崩壊していきます。しかしよく考えてみるとどうせって否定言葉じゃないんです。むしろ使い方によってはこの言葉によって肯定言葉がパワーアップします。肯定言葉を3つ並べてみます。できる、大丈夫、痩せる。このありきたりな肯定言葉にどうせを組み合わせるとどうせできる、どうせ大丈夫、どうせ痩せる。どうですか？ただの肯定じゃないですよね。その人の不安とか悩みを消しながら肯定してくれてます。否定言葉と思われていた、悪者って思われていたどうせって言葉はトランプでいうジョーカーだったんです。都合よく使えるジョーカーなんです。そんなジョーカーをうまく使っていきませんか。私には無理かも、全然頑張れないや、もう痩せないのかな。どうせできる、どうせ大丈夫、どうせ痩せる。使う言葉なんてルールはないんです。誰かに決められたルールなんてないんです。私には無理かもしれないって思った時でもどうせできる、食べ過ぎてしまった、どうしようと不安になってもどうせ大丈夫、もう痩せないかもしれないと諦めモードになった時はどうせ痩せる。頭の中に浮かんでくるネガティブな言葉なんて全てどうせで包み込んでひっくり返しちゃえばいいじゃないですか。言葉って不思議ですよね。自分も他人もどんな時でも攻撃できるから。人と喋るのが怖くなる時だってあるし、何か言われるのも怖くなる時もある。でも言葉の使い方を考えてみると誰かを助けることもできるし、誰かを許すこともできるし、自分自身を励ますことだってできる。だけど僕たちってどうせって言葉の使い方を知らないんですよ。僕もね、正直知らなかった。知らなくて自分の夢を自分の手で自分の言葉でぶち壊してきた。みんなそうなんですよね。自分の夢は自分で壊すんですよ。誰も信じてくれてない状態の自分を信じるって相当勇気がいることだから。でもね、分かったんです、勇気なんていらないって。僕たちは何にでも根拠を求めるから、目標にも夢にも根拠がなきゃいけないって思ってる。いらないよね、根拠なんて。自分が幸せになるために根拠が必要ってなんじゃそりゃって感じ。だから根拠はいらないってたった一言口にするだけで不思議と勇気が湧いてくるから、今日から根拠ない自信を胸に前に進んでみませんか。根拠なんかなくてもどうせできるから。